創世紀七章。主はノアに言われた。さあ、あなたと家族は皆、箱舟に入りなさい。この時代にあって、私の前に正しいのはあなただと認めたからである。あなたは、すべての清い動物の中から、オスとメスを七匹ずつ。清くない動物の中から、オスとメスを一匹ずつ取りなさい。 空の鳥の中からも、オスとメスを七羽ずつ取りなさい。全地の表に、その種類が生き残るためである。七日の後、私は四十日四十夜、地上に雨を降らせ、作ったすべての生き物を地の表から消し去る。ノアは、主が命じられた通りにすべてを行った。ノアが六百歳の時、洪水が起こり、 水が地上を襲った。ノアは息子たち、妻、息子の妻たちと一緒に大洪水を避けて箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、そして地上を這うあらゆるものが、オスとメスに引きずつ、ノアのもとに来て、箱舟に入った。神がノアに命じられた通りであった。七日経って、 大洪水が地上に起こった。ノアの生涯の第600年第2の月の17日その日大いなる深淵の源が全て裂け天の窓が開かれた雨は40日40夜地上に降ったまさにその日ノアは息子のセムハムヤフェとノアの妻そして息子たちの3人の妻と一緒に 箱舟に入った。彼らと共に、それぞれの種類のあらゆる獣、それぞれの種類のあらゆる家畜、それぞれの種類のあらゆる血を這う者、それぞれの種類のあらゆる鳥、あらゆる小鳥、あらゆる翼ある者、すなわち、命の息のあるすべての肉なる者が、二匹ずつ、ノアのもとに来て箱舟に入った。入った者は、 すべての肉なるもののオスとメスであった。神がノアに命じられた通りであった。そこで主はその後ろの戸を閉じられた。洪水は四十日間地上で続いた。水は増して箱舟を押し上げ、箱舟は地上から浮かび上がった。水はみなぎり、地上に大いに増し、箱舟は水の表を漂っていった。 水は地上でますますみなぎり、天の下にある高い山々はすべて覆い隠された。水はさらにその上、十五あんまみなぎって、山々は覆い隠された。こうして地上を動き回るすべての肉なるもの、鳥、家畜、獣、地上に群がるすべてのもの、そしてすべての人は生き絶えた。 乾いた地にいたすべてのものの中で花に命の息のあるものはすべて死んだ主は地上のすべての生き物を人をはじめ家畜這うもの、空の鳥に至るまで消し去られた彼らは地から消し去られただノアと彼と一緒に箱舟にいたものだけが残った水は150日間地上にみなぎった